あれだけ役作って表情作ってるのに何も変わらない。止まれよおい、止まれ、止まれよみたいな。た立ち伏せろ、な何ぬれろ、は吐き伏せろ。今んとこ誰でも印象に残んない。普通のナチュラルなセリフを喋る時でもちゃんと滑舌はきっちりと使うっていうことを忘れないようにしてくださいね。この竹垣に竹立てかけたのは竹立てかけたかったから竹立てかけたのです。この竹たこの竹垣に立てかけかけたのは竹立てかけたのはこの竹垣に竹立てかけたのは竹か竹立てかけたかったから竹竹立てかけたのです。はい、真剣に。はい。うん、半笑いして言っちゃってるけど、ちょっとダメだよ。はい。うん。この竹垣に竹じゃない竹。この竹垣。そう。この竹垣に竹立てたかったのはこの竹垣に竹立てかけたのは。竹立てたかったから、うん、笑わない笑わないで真剣に、うん、みんな言えないことに自分でプッて吹いちゃったりしてるところがあるんだけど、現場で言えないセリフがあって自分で自分のことプッて吹いたりなんかしたら、あれあれあれなんてしてたら何ふざけてんだお前って言われちゃうから、ドラマの時なんかは現場に行ってセリフが急に変わったりとか追加のセリフが増えたりすることがあるわけ。そういう時もちゃんとその場で集中力でもって覚えて喋んなくちゃいけない時になんかヘラヘラしてたら、例えば新人だからね、みんなね、余計それは風当たり強くなっちゃうから、この竹掛けに竹竹すいません、この竹掛けに竹竹立てかけたのは竹立てかけたかったから竹立てかけたのです。この竹掛けに竹立てかけたのは竹立てかけたかったから竹立てかけたのです、うん、テンションあ持ち上げたのはすごくいいと思う。そのテンション持ち上げた集中力忘れないで。この竹掛けに竹立てかけたのは竹立てかけたかったから竹立てたのです。うん、惜しいかな。もう一回もう少しテンション上げて集中力持ってやればできると思う。はい。この竹垣に竹立てかけたのは竹立てかけたかったから竹立てたのです。惜しいけど、はい、集中力今キュッと上がったの分かった。はい、うん、この集中力が上がるとテンションもキュッと上がるんだよね。はい、もちろん声も上がるけど、うん、でも集中力を持ってするってことはそういうこと。はい、それを最初からやらないと、はい、うん、一回やってダメだったからよし次立て直そうと思って頑張ってやっても、一回できなかったことを立て直してできれば、実は最初からその立て直した方でやってってことになっちゃうからね。はい、はい。この竹垣に竹立てかけたのは竹立てた竹かったかったから竹立て竹かけたのです。言えてない、ダメ。はい。この竹垣に竹立て竹竹もう一回いきます。この竹垣に竹てこの竹垣に竹立て竹立てかけた。ダメ。あの時代劇だよ、はい、時代劇だから普段使わないことがいっぱい出てくるからね。はい。だからこれぐらいちゃんと言えないとダメ。自分に対して自分を甘く見ない。あ、俺言えてねえ、ダメだなって思わない。いけねえ、やべえって思ってやっていかないと、さっき言ったみたいにテンションも上がんないし、言えるものも言えなくなっちゃう。うん、そこを気をつけておいてくださいね。はい、はい、腹筋で一番自分が辛いなってところまで腹筋上げてください。自分が一番辛いなってところ、はい、そこであいうえおと言ってください。はい、3、はい、あいうえお、はい、ゆっくり寝てください。次かききけこいきますよ。一番辛いと思うところでやってください。じゃなきゃ意味がない、訓練だから。はい、次かききけこ、よーい、はい、かききけこ、はい、寝て、さ、立ち伏せこ、た、立ち伏せこ、な、なにぬめこ、は、はきぬめこ、ま、まみぬめこ、や、やいぬめこ。自分が息がなくなって耐えられるまでハミングしてください。ハミング始め。競争だぞ。息がなくなったら寝てください。はい、ちょっと息をしてみて。それ腹式呼吸ね。
今してる息腹式呼吸。セリフを喋るときは舞台ではないので、映像の場合は必ずしも腹式呼吸じゃなきゃいけないってことはないです。ただ例えばセンテンスの長いセリフ、要するに句読点がなくて一気に長く喋んなきゃいけない場合は、やっぱし腹式呼吸が必要になってくるので、腹式呼吸が分かんなくなっちゃったらこれやってください。はい、今んとこ誰も印象に残んない。100% の力であいうえおって言ってる人いないなって思ったわけ。これダメね、全くダメ。例えばほらさっき体力で勝負って言ったでしょ。体力で勝負するんだったらば、もっと声出してほしかったなって僕は思うわけ、はい、うん、体力に自慢があって体力に余裕があるならだ、その分声の方に出るでしょ、はい、うん、120% の力でやんないと残れないと思うんだよね。みんなすごい大変な思いして役者ってやってるから、ここでみんな試されてるわけ。試されてるってことを忘れないようにしてくださいね。はい、はいはい、お願いします。はい、行きますよ。ーい、白い地下鉄道はスーッとスピードを上げて、建物と風景は過ぎ去る。早く早くなる。フィルムのシミがチラチラ踊る。と隅々まで画面がはっきりする。うん、あれだけ動いてあれだけ役作って表情作ってるのに、今ここに立っている君と演じてるさっきの君とが何も変わらない。じゃあいくよ、はい、って何か変わらないと、その力がない。はい、うん、白い地下鉄道はスッとスピードを上げて、建物と風景は過ぎ去る。早く早くなる。古い写真の長いトンネルをくぐって、まっすぐ子供の頃に戻る戻る。止まれ。読んでるだけじゃダメだよね、はい、伝えないと。うん、例えば早く早くなるでしょ、早く早くなる。早くなるってことに対してどう思ってんの。早くなることが嬉しいの、楽しいの、何なの。止まれっていうのもやっぱり止まってくださいっていうふうに聞こえないんだよね。ただ止まれって言ってるだけに聞こえちゃうわけ。止まれよおい、止まれ止まれよみたいな。止まれ、もう一回止まれ、もっと止めて。止まれ、そう、そのぐらい。それやっぱり一個一個の言葉にも意味があるし、ニュアンスがあるし、それに対する自分の意識があるし、そこを全部つなぎ合わせていくことが演技だと思うわけ、うん。白い地下鉄道はスーッとスピードを上げて、建物と風景は過ぎ去る。早く早くなる。フィルムのシミがチラチラ踊る。演技をするってことに対して分かってるかなっていう気が一瞬しちゃうわけ。演じるってなんだろう。まずは自分の言葉で喋るっていうところから始めてみると芝居が分かってくるかな。白い地下鉄道はスーッとスピードを上げて、建物と風景は過ぎ去る、うん、白い地下鉄道はスーッとスピードを上げて、建物と風景は過ぎ去るっていうふうに読んじゃってるわけ、うん、白い地下鉄道は自分の言葉で。もう一回やってみて。はい、お願いします。白い地下鉄道はスーッとスピードを上げて、建物と風景は過ぎ去る。そうそうそう、全然良くなった。わかるかな、こう読んでることと自分の言葉にして喋るってことの違い、そこすごい大切だと思うから、それをちょっと自分の中でちゃんと転換して考えて、で演技ってこういうことだなってことをもう一回ちょっと洗い直してみて、はい、うん。1920年の路上の霧と帰る、遠回りする朝の眠り、シドの店の陣入りビール、ニードルビア、古い写真の長いトンネルをくぐって、まっすぐ子供の頃に戻る戻る。止まれ。前半戦でずっと顔見てたけど、止まれまで全然表情が変わんないの。みんながやったちょっといいとこ取りみたいな、今までやった人たちのいいとこ取りみたいな感じでやっちゃってるから、はい、まあ、言ってみればスリリングじゃないって言ったらいいのかな。白い地下鉄道は
スーッとスピードを上げて建物と風景は過ぎ去る。早く早くなる。フィルムのシミがチラチラ踊ると隅々まで画面がはっきりする。古い写真の長いトンネルをくぐってまっすぐ子供の頃に戻る。戻る。止まれ。前半なんだけど思ったよりテンションが低かった。なんか普段の方が、はい、普段そうやって立っている、はい、普段君が立っている普段の素の君の方がテンションがあった。テンションの低い子供を演じるとか、なんかすごく存在感の薄い役を演じるつっても、演じるってことに対してはテンションが必要なの。うん。でどんな文脈にも意味がある。でその意味の中で一つ単語が違えれば自分の気持ちも変わってくる。自分はこう思ってやったんですよって言えるだけのちゃんとバックボーン持ってるかどうかっていう、自分はこういう思いでやったんですっていうようなことをちゃんと言えるかどうか。例えば演出家とぶつかる時もあるよね。でも自分の意見を言えるかどうかってことはすごい大切だと僕は思うわけね。うん。で何でもかんでもはいはいってこう人形みたいに言われた通りに動くんではなくて、自分のちゃんと意思を持って演技というものに関わっていってほしい。そういう役者になってもらいたいなと思いますので、みんな頑張ってください。はい、はい。